二台のピアノのためのソナタは、ベルギーの作曲家、カレル・フィベールツが1950年から1951年にかけて作曲した室内楽作品で、ヨーロッパのトータルセリエリスムの歴史の初期における重要な作品である。フィベールツは1950年から51年にかけての冬にこのソナタを作曲し、1951年の夏に、 ダルムシュタット歌詞現代を音楽講習会に参加した際に楽譜を持参した。そこで出会ったのが5歳年下のカール・ハインツ・シュトックハウゼンで当時ケルン音楽院の最終学年の学生だった。テオドール・アドルノの作曲セミナーでフイベルツとシュトックハウゼンがそなたの第二楽章を分析演奏したことはトータルセリエリスムを身につけようとする若い作曲家たちにとって 大きな意味を持っていた。また、シュトックハウゼンの初期の連作にもソナタの影響が見られ、特に、クロイツ・シュピールは、シュトックハウゼンがダルム・シュタットからのキロに作曲を始め、1951年11月4日に完成した作品である。しかし、アドルノはこのソナタの第二楽章を評価できなかった。一方でシュトックハウゼンは、フイベールスがドイツ語で弁明するのに苦労しているのを、 見て、あなたは、抽象画の中に鶏を探しているとアドルノに行って、友人をようこした。当初は、二代のピアノのためのソナタというタイトルであったが、後に、フイベルズはこの作品を、オーパス1、または、ナマー1と呼ぶことで、この作品の革新的な意図を強調しようとした。全曲の出版は1985年に、ブリュッセルのセボデムから行われたため、 ほとんど知られざる作品のままになってしまっていた。この作品の公的な分析は2013年にマーチン・イダンのニューミュージック・アット・ドムシュタットにおいてようやく行われた。2台のピアノのためのソナタは4つの楽章で構成されており、それぞれの楽章にはローマ数字とメトロロームのマークがついているのみである。これはメシアンのオルガンの書の 1> 第1曲の4つのセクションにヒントを得たという見解もあるが、作曲時期が1年も食い違うため、明白に誤りである。第2楽章と第3楽章は続けて演奏されるため、聴衆は3つのまとまりとしてこの作品を聴くことになる。したがって、フィーバールズは高級ェーベルンからの後継を目指した可能性が濃厚である。この作品は、アンテグラルセリエリスム、 またはトータルセリエリスムの最も初期の例の一つで、あるがハイブリッドな作品でもある。外側の楽章は古いパターンに回帰しており、中間の楽章に見られる技術的な純度や構造的な構成の完璧さは見られない。フイベールズは13の楽器のための沼にで、初めて全体の形から細部に至るまで全てのものが一つの同じ連続した原理に、 支配されているという作曲方法を見出した。特に第二楽章の孤立した音色は、天の音楽な音楽の一例でもある。音程の構成は、12音列ではなく、7音のセットのペアで構成された14音の構造になっている。半音階的には、A と E の2つの音程が含まれていることを除けば、これらのセットは、相互的な関係にある。これらは、 シェーンベルクのセレナードの変装学賞のテーマとなっている14音音列がそのモデルと考えられる。このソナタでは、いくつかのパラメータ間の均衡を保つために合成数という手法が用いられている。この言葉は、フイベルツとシュトックハウゼンによって作られたもので、ある次元が増加すると、別の次元が減少するという、傾向の調整に基づいた向上的なシステムを表すものである。 そなたでは4つのパラメータの各要素に割り当てられた数値の合計が常に7になるように組み合わせる方法を採用している。ありがとうございます。